おびただしい数の斜面崩壊が起こった北海道胆振東部地震そして激しい液状化災害中国地方九州地方を中心に水害や土石流そして今年は台風による大きな災害の度に耳にする「想定外」という言葉そして私たちには忘れることのできない3.11東日本大震災私たちは一体何度「想定外」という言葉を聞いてきたんでしょう ではなぜ毎年毎月想定外は起こるのでしょう想定外と見込みの甘さは違います私たちが対応できる範囲を超えた被害が起こるたびに想定外という言葉を使ってごまかす想定外は技術者にとって決して免罪符ではありません防災とは災害から被害を防ぐことその言葉通りです減災は少しでも被害を小さくすることでも防災にも課題はたくさんあります 時間的な問題経済的な問題法的な問題そして技術の面でもまだまだ課題はありますそれでももうハードで防災は難しいからソフトの面で減災で私たちは乗り切ろうそれで私たちは満足できるでしょうか社会基盤施設つまり土木が作る施設で私たちの生命や財産を守ることを諦めて避難訓練を重ねたり水や食料を備蓄することで 次の大きな地震に備えることで本当に皆さん安心できるでしょうか防災減災減災は決して防災の事前の策ではありませんこれからの将来を担う高校生の皆さんに私は強い意志を持ってお話をしたいと思います誰のために防災を考えるのか私たちは政治家や役人ではありません自然災害の内ではどんな言い訳も通用しませんそれでも日本には必ず大きな自然災害がやってきますその時に 誰のために防災を考えるのかこれが大切なことです土木工学はそこに住んでいる人たちが幸せで豊かな社会を暮らすために災害から私たちの世界を守るために技術を向上させるそうした学問ですそれはたった一人のクライアントのための学問ではありませんそこに暮らす人々が大多数が満足してそして幸せになれるそうした研究を行うのが土木ですそこには 幸せの最大公約数というそういう気持ちが息づいているのです。